大家好，青色です。今日もよろしくお願いいたします。大家好，我是陈静。今天也请多多关照。今日は日曜日、皆さんどんな日曜日過ごしてますか？明日からまた頑張らないといけないですね。今天是星期天，大家有一个愉快的星期天吗？然后明天又开始要加油，今天好好休息一下呀。今日の内容はその。转头の練習を一緒にしていきます。转头はつまりこう首回して頭回すという動きですけれども、結構どんな種目カンフの中のすごい欠かさない動きになってます。すごい大事。この转头の動き、こう正しさによって全体の動きのその雰囲気とか正しさも全部ぐるっと変わります。なので非常に大事。今日は練習していきます。今天我们练习的内容是转头。转头、我们大家都知道在武术里面是非常重要的一个动作。可能因为我们的转头的这一个动作、就是这个动作的好与坏可以影响我们整个套路，包括整个动作的这个优秀的程度。所以今天我们来大家训练一下。この转头、練習していくと結構肩こりとか、あと、肩のその柔軟性とか背中のその筋肉、この引き締めにも効果的なので、無理せず一緒に頑張ってやっていきましょう。我们通过这个转头的训练可以改善我们这个就是脖子这旁边的肌肉的紧张性，让它放，就是可以得到一种放松，然后可以得到我们的这个肩部的一种就是训练，还有我们的身后肌肉一种就是缩紧，让它那个肌肉能够变紧的一个效果也有。所以今天我们来训练一下。それでは今日の練習を始めます。那好，我们就开始上课了。まず一回見本どうぞ見てください。好的、先让大家看一下我的示范动作。はい、今日のこの转头、こう頭回す動きです。啊，那刚才的就是我们今天要训练的转头动作。と冲拳、あ、両掌合わせて練習することになります。一緒に、まあもちろん協調性も必要になってきますので、一緒に無理せずやっていきますね。我们通过这个动作，就是我们的今天转头要加上冲拳和亮掌。通过这个动作，我们可以练习这个身体的协调性。希望大家如果肩膀疼啊什么的，也不要勉强，可以低一点都没问题。主要是我们的转头来训练一下这个转头的动作，好吗？あとこう回す、首回すとき必ず顎上がらないように。しかもその首よがまないようにまっすぐ前見て、またまっすぐね、ずっとまっすぐ芯が一本にしてもらいます。はい、じゃあそれではいきますね。啊，刚才我讲的是这个要领，就是我们转头的时候，这个我们下颚不要上扬，然后这个头不要斜，要不然我们的这个中心是偏的，一定要中正。好的，那现在我们就开始慢慢的一下，慢慢的练一下这个动作。まず抱拳，然后次冲拳，冲拳右の冲拳。その時顔右に向いてください。中途半端に向かないようにできるだけ右に全部向いて、そして次じゃん変わって手のひら上、はい、そのまま引き上がって次両掌に変わります。手のひら上になります。
その時顔右に、ね、頭右に回ります。はい、じゃあ次手前下ろして抱拳になります。はい、反対の手いきますよ。好，我们冲拳，冲拳左手的时候，我们的眼神是在左。好，手心往上，然后慢慢到头上，换两掌。然后我们的转头的方向是右。好，落掌，抱拳。はい、じゃあスピードアップしていきます。一、二。三，反対，一起，二，三，もう一回いきます。再来一次，一，二，三，一，二，三，はい。終わります。すごいね、立てまま練習することできますので、ぜひ今日からやってみてください。はい、今日の練習ここまで終わります。今天我们就到这里、明天见、また明日、バイバイ。